外人工頭脳ヒルバレスはあらゆる宇宙の知的生命体を抹殺しようとしている。僕が行ってやっつけてやる。何度か宇宙警備隊が追い詰めたが、本体には傷一つつけることができなかった。おまけに本拠地である惑星ごとデジタル化し、どっかへ消えちまう。ギルバリスは破壊するだけじゃなく、あるものを探している。あるもの？赤き鋼だ。どのような手段を使ってでも赤き鋼を見つけるのです。この惑星の知的生命体は滅びる運命にあるのですから。次なるターゲット、惑星ナンバー788、地球。地球？見つけました、赤き鋼。みんなこっちだ。リク、行くぞ。